立川さん、なんか隊長っぽいこと言って。よし、お前ら喧嘩すんな。ゆいが、お前落ち着きがなさすぎ。もうちょっと自覚を持って行動しよう。自覚？いいか、よく聞け。今からちょっといいことを言うぞ。うちのエンブレムを見ろ。刀が3本あるな。これは1本目は俺、次の1本が泉を表している。そんでこの最後の1本が俺の2本目の刀だ。つまりお前はまだ半人前だから、でかい顔しちゃダメってことだな。残酷すぎるペイント。